もうまさにジャリンコチエの世界って感じで、かなり観光地になってて、めっちゃ近くで川が見れる。絶対そこおるやんね、茶色いもん。そこおるやろ。こんにちは、グッピーこずえです。今日は新今宮駅っていうところに来てんねんけど、ここはもうザ大阪みたいな感じで、ちょっとホテルの安さとかもやばいやろ。今日はこの辺をうろちょろしていきたいと思います。やっぱりこの辺ってまあもう観光地とかやねんけど、間違って結構奥とか入ったら昼でもちょっと怖い感じのところがあったりするんで、なんかこんなんとかもすごくないですか。どんな背高い人がここで飲んだんやみたいな。昼にこのワンカップの空き瓶があることがすごいわ。もう路面電車も走っててすごいいいんですよこれ。もうまさにジャリンコチエの世界って感じで、私地元近くて高校の時とかはここら辺を結構チャリンコで高校に通うためにうろちょろしてたりしてて、すげえな、メシの字でかいな。どっちがもうお店の名前かわからんぐらいメシの字がでかい。こんだけでかかったらわかるのにこっち側にも書いてるっていうね。パオンパオン言うてますけど、ここが結構県民賞とかで出るところですね。あとはあっち側に見えるジャンジャン横丁っていうところも、こういうおっちゃんの群れがすごいけど、まあ飛び込みますね。めっちゃ可愛いね、動物の。おー、防犯ベル怖い。の動物たちを抜けるとここジャンジャン横丁です。安いな。最近めっちゃ寿司流行ってるらしい。平日やけどいっぱい人がおって、かなり観光地になってて、くまささんっていうモーニングセットでおなじみのお店に来ました。生ビールかチューハイとゆで卵と塩昆布がついて350円で朝から飲める、めちゃめちゃ有名な店やねんけど、しかも店員さんが女の人ですっごい入りやすかったです。いやもうこれインスタ映えやん。ちょっと厚揚げ頼んでたら隣におったおっちゃんがめっちゃ美味しそうって言うてはってんけど、いや心配すなて。奉仕品って書いてたのでせせりを注文しました。でもちょっと待って、奉仕品、おこれめっちゃ嬉しかったんがポテサラがついてきたこと。なんでこれマスク引いたら分からへんやんけ。これたまに来たらの顔割れたかマスクで隠しとんのか。いやもうどこやったたこ焼きにおる。ありがとうございます。めっちゃ少なくはい、すみません、ありがとうございます。でも死に入れちゃうの、これもな。ありがとうございます。めっちゃびっくりする。川さんでおなじみのみたいになってました。ありがとうございます。ございます。うわ、嬉しい。でも日本にか。いつも何食べはるんですか。あれ、おでん食べちゃったら食べへんねん。だから行くと店は焼酎いてる店あるけどな、おでん。で、いたら次が食べへん。あ、そうなんですか。で、肉食なんですね。そうだよね。で、そこのおでんこたらもうよくのこあれ。何吉野、吉野が来てたんだけどな。奈良県で。奈良からすごいな。すごい、これ。めっちゃ唐辛子入ってる。やばい、ほんまいっぱい飲むつもりが、もうめっちゃ飲みもた。結構ついでくれて、めっちゃ飲んでやった。洋服屋さんとかも結構あって、あ、これいいな。これ着てみたいな。この辺が結構ライトな観光スポットって感じやねんけど、まあ、ここにねスマートボールあるんですけど、これってパチンコと一緒やから18禁やねん。そう、でも多分撮影あかんのとちゃうかな。バリヤバイ、撮影いいらしい。すげえ。これパチンコと一緒で、なんかこんな感じで何玉出たかによって景品とかもらえんやんか。ほんで私が得意な機械がこれで、まあ、こういうのよりもなんかここにバーってあるやつの方が結構私的には全員の玉マジでめっちゃ楽しいねんか。でこのここに100円入れんやんか。ほんらうわーめちゃくちゃ玉出てくるから次玉が入っていくねんか。うわーやばい、全然入らん、全然入らんけどやるわ。ここのここに
入ってやん、真ん中の5に入ったらこっちの右側の5全部開くねん。ほんじゃここに入りさえしたら5が出てくんねやか。丸100円しか使ってないねん。ほんとほら5入ったやろ今ここ、これ見とて、うわ出てきたっていうやつだよね。この豆入ったから行くで、うわまた出てきた、まだ100円しか使ってないねん。全然ここまでは一人でベラベラ喋ってる人全員全然大丈夫。あっ、まあ結局500円負けた。でもめっちゃ楽しいからあれはほんまおすすめ。なんかカップルとかが行くんやったらさらにおすすめで、まあ、この辺はもうかなり観光地になってて、串カツ屋さんとかたこ焼き屋さんみたいなのがもうめっちゃ多い。じゃじゃーん、さっきの街並みからはほんま想像できへんねんけど、あの街並みの中にまさかの動物園があるんですよね。非常に大阪らしい動物園なんで、外の景色見てもらったら分かるようにほんまにめっちゃ都会で、多分アベノハルカスとかカバの等身大からもうブワーッと上げていったら通天閣があるっていう面白い動物園。まあ、うちがこの動物園で一番好きな動物はカバやねんけど、あ、外に出てる。はい、この感じでね、めっちゃ近くでカバが見れる。なんか鳥と戯れてますね、かわいい。ここだけの話、高校行きたくない時に天王寺動物園で時間潰してて、嫌なことがあったりとかしたら天王寺動物園に一人で乗るっていう、このここにやるっていうのがねまたいいんですよ。違うからこういう感じで、またねこの小屋の感じとかもジョンスにしてあるんですよ。天王寺動物園独特やなって思うんかな。カバやったらカバに一人なんかおっちゃんがおるんですよ。年間パスとかあって入れるおっちゃんとかがすごいそのカバに詳しくて、ちゃんと隣で説明とかしてくれるおっちゃんがおんねん。それがめっちゃすごいね。新しいジャニーズ系おるね、5歳の。へぇー、持って帰るかわからん、ちょっと待ってほしいね。これ見ときな、こんな出てきたらものすごく可愛い。これって1匹じゃないんですか？1匹じゃない、3匹おんねや。最近入ってきたね、はい、5歳の子がおるね。はい、元気の元ちゃん、ね、めっちゃちっちゃいですか？じゃあ、あれは鉄夫っていうやつですか？あ、ここで生まれて34年。めっちゃ運いいです。こっちカバの餌やりタイムに、おっちゃんが言うにはジャニーズ系のカバがいるそうなので待ちます。これがジャニーズ系、ジャニーズ系のカバ。そうそう、これ5歳元気くんのゲンちゃん。確かにジャニーズ系ですね。さっきと全然ちゃうやろ。はい、言われてみたらジャニーズ系の感じする。そうそうそう、食べっぷりもジャニーズ系ですね。あれのお嫁様隣、うん、だけどまだ不倫してないよ。一線は越えてないと、うん、まだ一線越えてない。ちょっと川おじさんがあの承諾してくれたんで、いける、はい、まっすぐ取らんよ。あ、はい、おもう休館日と雨の日以外は1時ぐらいから川の前におって説明してくれるらしいです。かなりめっちゃおもろいおっちゃんの説明。はいはい、はい、いやーもうカバって奥深いな。やっぱ猿系はいつも見て帰る。やっぱチンパンジーとか見てたらめっちゃおもろいから、もう金曜やからもうカップルばっかりおるわ。もう一人やいた。ほんますごくない？このアベノハルカスからぐーっと寄って寄ってきたら、はい、チンパンジーおるっていうね。ハローかわいい。やっぱちょっと寒いんかな、寒そうやな。あ、こっち見た。ハローハロー、うーうーうー、動いた動いた動いた。あ、3人固まった。え、なんか話し合いしてる、作戦会議。いやもうなんか、寒いからみんなで固まったみたいな愛の形やな。あら、寒いから固まったよね、愛の形やね。他にもめっちゃ癒される。で、あと好きなんはアシカ。ここのアシカはすっごい鳴くから、外で串カツ食べててもアシカの鳴き声が聞こえんねん。泳いでる。まあ高校の時はもういっぱいおったのにあんまりいなくなってる。どこどこどこ、あ、おった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 、声暴れてる。え、めっちゃ近く来た。どこ？絶対そこおるやんね、茶色いもん。そこおるやろ自分。あ、おった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 。何してんの何してんの。あー、すごい暴れてる。え、こんな動くアシカって、すごい。あ、お魚食べてたんだ。ほんまにめっちゃ暴れてたからびっくりした。あの人たちをほんまに見習ってほしい。あの人たちすっごい寝てる。動物園こんな感じかな。なんか普通にライオンとかトラとかもいいんやけど、まあ、私が好きな動物はこの3つ。シロクマ、寒いからいいね、よかったね。寒い方が好きやもんね。この動物園もすごいインスタ映え的なことを頑張ってはる。一生のお願いです。かけるんかかけるの。
のかーいってやつじゃんこれ。みんなが上見てここにコアラおるやんって言っててんけど、どこにおるか全くわからん。みんなわかる？ここだよ。あ、そうなん。何軒行ったんですか？2軒か。あ、まだ2軒。いってらっしゃい。ビビることに一回おったおっちゃんがおーってもう友達みたいになってる。めっちゃいい街です。下のお土産屋さんに行きたいの。ほんまじゃりんこっちの世界やわ。ここの通天閣の下のお土産屋さん、野良屋の食器とか売ってんねん。かわいい。で、大阪ご当地カレーめっちゃある。めっちゃあったかわいい。あ、こんなんもある。あ、なんかやめ、これめっちゃ欲しい。めっちゃかわいい。すごい欲しくなるこれ。あ、これ美味しそう。結局野良屋のとっくりは買っちゃいました。まあ今日は結構ねベタな新今宮やったんで、またいろいろうろちょろしてみたいと思います。皆さんもよかったら新今宮来てみてください。